か痩せた？待たせたな。痩せたよね。え、なんかあれかと思った。作画崩壊かと思った、普通に。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、キリンに乗って、東の山へ。スザクに挑む準備はできたのか？はい。そうか。では我も力を貸すとしよう。仲間に。さて。準備はできたようだな、アキノリ。我を召喚する前に伝えねばならんことがある。ん？我のような幻獣は、波の妖怪を召喚するよりも、はるかに多くのエネルギーを必要とする。ふんふん。故に、我が力を貸すときには、お前自身のエネルギーを吸収させてもらうことになるのだ。何それ、体力ってこと？ああ！そんなすごい力が使えるなら、どんどん使ってくれ。そんなことは覚悟の上か。よかろう。ではこれを渡しておく。キリンディスクを手に入れた。幻獣キリンを召喚できるようになった。何これ、ディスクやって。我の力は癒しの力。スザクの剣技に苦戦するようならば、我が癒してやろう。回復？いいよ。我を召喚するがいい。さあ、アキノリよ。スザクの元へ向かうため、我を召喚するがいい。よっしゃー！ああ、わかった。もうそこにおるんやけんよくない？ここでもう、降臨！力を使う。幻獣キリン！もう形があれやね。これにしか合わん形ってこと？何もう戦いよりやん。ここでの救世主がアキノリ、かっこいい。剣舞魔人スザク、こんなに強いなんて。でも、男こんな？で、胸がぺったんくらいやん、多分男。それじゃけやわからんか。ここで倒れるわけにはいかない。アキノリが僕らを待ってるから。憑依はないのかお前。そこまでだ、スザク。めっちゃかっこいいやん。来たんやろ、アキノリ。はい、来たー。あれは？キリンに乗ったアキノリだ。仲間のピンチに颯爽登場。妖怪探偵団団長剣山。へへ。こんな痩せとったっけアキノリ。え、なんか痩せた。待たせたな。痩せたよね。え、なんかあれかと思った。作画崩壊かと思った普通に。え、痩せたよね。何？力使うことによってげっそりするってこと？今ぐらいがちょうどいいよ。驚いたか？俺だよ、アキノリだよ。アキノリ？本当にアキノリなの？どうしてこんな姿に？キリンよりもそっちよね。細かいことは後回しだ。みんな、あとは俺に任せてくれ。スマートになっちゃって。ほう。人間が幻獣を従えるとは。今までの挑戦者とは一味違うようだな。俺の名は有星明則。妖怪探偵団の団長だ。さあ、スザク。もしかしてあれ？キリンが、こう、シュッてディスクに戻った時にはまたポヨンってなるってこと？キリンを召喚しとる間だけ痩せるみたいな。かかってこい。こっからが本番だ。いいだろ。お前の力、見せてみるがいい。声が男やね。百花繚乱の乱人、スザク。かっこいい。スザクが現れた。アキノリだけで行くのやめようよ、そういうの。やめようよ、そういうの。タイマリーだ。当たった今、当たったわ。あーやめてー。あれは剣魔人スザクの幻獣としての姿より。そんな技まで使えるのか。手強い相手だぜスザク。待って、必殺ゲージ満タン。ウリボーシャドウサイド。スザクも殺気が出てるし、ちょっと猛烈猛進撃って。いいってことはあれが使えるな。陽気吸い通りやね。殺気が出ているときに陽気吸い通る。ちょっとさすが。はい、さすが。あ、今遅かった。めっちゃ遅かった。眠い？ふざけんなよおい。眠いとかふざけんなよ。どこ行った？ここ。はい、降臨。幻獣キリン。待って、怖い。
じゃない、いびき、いぶき、プレイよ。そろそろ、そろそろさっき出す頃やと思ったのに違うの。お、そろそろやない、まだあるか。ちょやめて。あ、ヘロヘロなんだよ、痩せてもヘロヘロかよ。おいおい、どこ行った、どこ行った。あ、おったおった。あ、こっち来ないで。あ、こっちに来ないで。ハイバレイだ。あ、これは危険だよ。あぶねー。しばらく離れたらさっきを放ち出そうかな。ういー、そろそろさっき放ってもいいよ、吸い取るから私。イエーイ。多分あのキリンの時と同じくさっきを出した時にそれをさすらい玉、さすらい玉を見てる余裕がないんですが、さすらい玉を見てる余裕がないんですが、この辺多分入ってる。あー、ジュニア、マジかよジュニア、つらい。ヘイ、タイマーレイダン、ウリボー早くまたシャドウサイドにならんかな。ウリボーなんかほとんど体力減ってなくない、超強いやん。あいつ全然さっき発散ねえけど、こんだけのサボンなサボンな、ちゃんとして。あ、怖い。え、でもめっちゃなんか与えられてない。どこ行った、ダメージ明らかに超強いやん。あ、これは、あ、この辺やったら大丈夫か。え、全然さっき発散ねえけど、どうした。必殺ゲージマックス、はい、シャドウサイド、シャドウ、ちょっとつ猛進、ちょっとつ猛烈猛進撃、いけい、今のいけたんかな今のいけたんかな。あー、ちょっと待って、回復したい。持ち物少し回復、先乗り、はい、よし、 OK でしょう。待って、タイマーレーダー使うから待って。タイマーレーダー、おっと、やめてくれますか。あー、怖い。じゃ、必殺ゲージ早く貯めて、ウリボー、ブルブルブル、くっそ、この辺、あー、待って、この辺入ってる。おー、危ねー、ウリボー大丈夫か売り棒大丈夫か。じゃ、ついてこないで、マジで。何今の。必殺ゲージマックス、ちょっと待って。はい。キリン。厳重キリン召喚。お願い早く。あー、やばい。おー、ギリギリ。めっちゃギリギリやったよ、今。あー。ねえ、何その愉快そうな感じの。あ、待って、容器がない。怖い。あ、へっちゃらじゃねえよ。あー、待って、ちょ、容器がないんだって、マジで。ちょ、ウリボー、ウリボー、もうちょい頑張って。私容器吸い取らないんじゃないんだよ。タイマーレーダー、どこ行った、いけ、あー、これは、ちょっと全然吸い取れんかったやん全然さっき吸い取れんかったやん。超久々の来たのにさ、さっき。やめて。はい、は、どこ行った、通り過ぎた、待って、はい、あぶねー、あー、やめてー、あー、近づいてこないでください。私今溜めているから。あ、ここ絶対当たる。うわ、ごめん、ちょ、引き寄せてないから、やめて。あ、この場所めっちゃ危険じゃない
この場所超危険じゃない？お、今のギリギリ。めっちゃギリギリ。待って、タイマーレーダー貯める。はい。いけ。おお。何がへっちゃらなの？それが聞きたいんだけど。あ、避けて。めっちゃギリギリ。いけ。超そのタイミングで消えんなし。あ、これ。いや、ダメ。あー、めっちゃ危なかったやん、今。避けれてよかった。避けれてよかった。リンゴ飴。あー、辛い、来ないで。ちょっと待って、ウリボー必殺ゲージマックス。シャドウサイド。あ、いけ、ちょっと猛烈猛進撃。いい感じ。ちょっと待って、秋のりに変えて。やべ。はい。タイマー霊弾。人の方攻撃してくるのやめようよね。あ、辛い。ここからじゃ届かねえ。あーっと、やめて。いやー、助けてください。ちょっと待って、タイマーレーダン。いけ、必殺ゲージマック。お、やっつけた。さすがこのタイミングで褒める勝利。お、デブに戻った。プニってるよ。めっちゃプニってるよ。見事だ、秋のり。素晴らしく気高い戦いであった。どっちにしろやっぱりここが持つってことかな、剣は。たった一人で双剣山の試練に挑み、そして乗り越えるとはな。いや、これは俺だけの戦いじゃなかったんだ。俺を励ましてくれたジュニア、俺の試練を守ってくれたウリボー、キリン。それに、俺が生きてるって信じて試練に挑んでくれたみんな。これは、俺たちみんなの戦いだった。妖怪探偵団みんなで掴んだ勝利なんだ。いいじゃないか。ほう、なるほどな。その強さ、仲間を思う心、まことに気高いものだ。よかろう。妖怪探偵団の者たちよ、我はお前たちを新たな力の使い手と認める。我が力の封印を解き放ち、真の使い手にやろさん。いでよ、朱雀蒼天山。お、双剣。そこなの？妖精剣朱雀蒼天山。蒼天山を手に入れた。剣舞魔人朱雀を憑依召喚できるようになった。憑依召喚やけん、結局ここしかできんってことかな。気高き者よ。そして気高き心のお前には気高き力を与えよう。おお、朱雀ディスコを手に入れた。幻獣朱雀を召喚できるようになった。向こうは憑依やけど、こっちは普通にそのまま召喚できるってこと。なるほどね。あ、幻獣としての我を召喚したくば、それを使うがよい。ありがとう朱雀。はい、ありがとうございます。あなたの力、きっと正しく使ってみせます。良い顔だな。お前たちならそうしてくれると信じている。うん、よし、それじゃ元の世界に帰りますか。ケイタたちと合流した。そうそうたる顔ぶれみたいな感じになったね。ほい、ということで、こっちを向いてくれないかしら。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。この場所だけでめっちゃ強い仲間が3匹も増えたんか。すごいね。やばいね、秋のり。